はい。今年のダイワの新製品ですね。スティーズ、CT、SV、TW、製品版が手元に届きました。コンパクトタフをコンセプトに発売された新型のスティーズです。一番大きな違いは、この新型の 30mm 系のスプールが搭載されているところですね。まあ、それによって何がいいかというと、非常に軽いものがバックラッシュを恐れずにキャストできるという部分です。で、まあどのぐらい軽いところまでいけるかというと、まあ、ベイトフィネス機、今までベイトフィネス機と言われてたリールに匹敵するほどの軽量ルアーが投げるってことですね。グラム数でいうと2グラム3グラムのものが優に投げれるレベルです。で、ベイトフィネス機にあったスプールの強度の問題によって太い糸が使えなかったっていう部分もあるんですけれども、このスティーズ CTSW はその辺もカバーしてて、 PE ラインや太い糸ですね、ビッグベイト投げるような太い糸を入れてもらっても大丈夫な強度があるところが特徴になっています。でね、私がね、今回導入するのは 700XHL ですね。これエキストラハイスピードギアの左ハンドルということで、ギア比的にはですね、何対何になるのかな、8.1 対1ですね。ハンドルを1回転するとスプールが反転1回回りますよというところですね。ここに記載されています。で、ハンドル1回転あたりの巻き上げセンチっていうのが、76センチ。ハンドルを1回転させるとスプールが 8.1 回回ってラインを76センチ巻きますよっていう意味ですね。これかなり速い巻き取り数になるんですけれども、これ何に使うかというと、おそらくミディアムクラス、ミディアムライトからミディアムクラスの竿に組み合わせて、通常スピニングでやるようなライトリグに近いルアーをこれで使ってみたいと思ってます。ネコリグダウンショットで言ったら、比較的僕が点で動かす釣りが多くなるダウンショットの方に使っていくのかなっていうところあるんですけれども、その時においてまあこのリールの有利になる部分っていうのはまあこの自重ですね。自重が 150g、 これ非常に軽い部類に入ると思います。それとリールが今までにないぐらいのこのコンパクトな部分ですね。これによって感度、自重の軽さとコンパクトさによってライトリグを操作するときに大切な感度っていうのを非常に保つことができると思います。ベイトリールとスピニングリール、ライトリグどちらでやるか非常に迷うところあるんですけれども、基本的に僕がネコリグなどのスイミングをやるときはスピニングを使うことが多いです。縦さばきでのアクションが多くなるので、縦さばきのロッドアクションをしたときにリールが下側についているスピニングリールのが重心が縦さばきの動きに非常に合ってるからですね。それともう一つはベイトリールとスピニングリールの違いは、この手の握りがベイトリールの場合はリールを握ってるんですけれども、スピニングリールの場合はロッドを握り込むような持ち方になるので、直接ロッドから魚の当たりとか固定の変化っていうのが伝わってくるので、スピニングリール、リールを直接握っているスピニングリール、スピニングタックルの方がどうしても感度は良くなるっていう部分があります。重心と握っている部分の違いでどうしてもスピニングタックルなら、タックルならではの感度の良さっていうのがあるので、スピニングでやることが多かったんですけれども、これ自重が軽くなったことと、コンパクトになったことで、さらにそのスピニングにかなり近い部分に
になったんじゃないかなと思います。 150g っていうとね、スピニングリールよりもやっぱり軽くなってくるので、その辺においてはこのスティーズの CT は非常にいいリールになってくるんではないかと思ってます。まあね、今年じっくり使っていくと思いますので、また要所要所でインプレもしていきたいと思っています。まずはね、この CTSVTW 使ってみたいと思います。はい、では